平手友梨奈が、8日放送のフジテレビ系 2021FNS 歌謡祭第2夜、18時30分から、に登場。ビリー・アイリッシュの、ノータイムトゥーダイに合わせてダンスカバーし、SNS 上で反響を集めた。2021FNS 歌謡祭、今月1日に第1夜を放送。嵐の相葉雅紀と長島由美アナが司会を務めた。第2夜はアーティスト59組、全57曲を4時間半の生放送で届ける大型音楽特番。平手友梨奈は2017年に同番組で平井堅のノンフィクション、2020年の夏に森山直太朗の生きてることが辛いならをダンスパフォーマンスでコラボ。さらに 2020FNS 歌謡祭第2夜でダンスの理由テレビ初披露。2021年の夏にはかけがえのない世界を初披露し話題となった。今回ダンスパフォーマンスしたビリー・アイリッシュのノータイムトゥーダイは今年10月に日本公開された映画007ノータイムトゥーダイの主題歌で UK シングルチャートで1位を獲得しているヒット曲。モノトーンのドレスに身を包んだ平手、スローバラード、ノータイムトゥーダイに合わせてコンテンポラリーダンスで、楽曲の持つ世界観を立体的に表現していく。後半では黒の衣装を脱ぎ捨て、白の衣装でしなやかでダイナミックなパフォーマンスで魅了。ラストに見せた表情も印象的だった。この迫真のダンスに SNS では、毎回 FNS に出演するたびに進化するテチすごいわ、パフォ滑らかすぎて床スケートリンクかと思った、知らないうちに涙が流れていました、生放送なのが信じがたいほどの完成度、と感動を伝える声が上がっていた。